2016年3月、シンガポールクルーズと姫路城、クルーズ編。3月14日、世界遺産、ペナン、ジョージタウン。マレーシア、ペナン。3月13日、午後3時半、シンガポールを出発、マレーシア、ペナンを目指す。14時15分、ペナンクルーズ埠頭着。ペナンはマレーシア第二の都市です。島の面積は295平方キロメートルで、東西12キロメートル、南北24キロメートル。ペナン島の人口は約72万人。そのうち旧市街ジョージタウンの人口は約30万人。ペナン島の中心都市ジョージタウンは18世紀末からイギリスの支配下です。世界的観光地大小のクルーズ船が埠頭に。14時15分、ペナンクルーズ埠頭に接岸。14時45分、船内シアターでツアーアッセンブリー。15時26分、ツアーに出発。ビクトリア女王メモリアル時計台。 A. ビクトリア女王即位60周年記念の時計塔、高さ約18メートル、1897年に建てられました。コーンウォリス要塞。英国領時代の要塞、マラッカ海峡に向かって並ぶ大砲が当時を物語ります。シティホール。大航海時代、アジア貿易を独占したイギリス東インド会社の建物、国指定の史跡建築物、現在は市議会議事堂。ペナン最高裁判所。ペナン最高裁判所、マハカマ・ティンギ・プラウ・ピナン。エレガントなパティオ様式の建物です。ジョージタウンの観光には外せないトライショー。レンタクの前後入れ替えバージョンですね。レンタクは自転車タクシーのこと。若い人は知らないでしょうね。15時50分、ペナン博物館。1896年に建てられた代表的コロニアル建築です。イギリス統治時代に学校として建てられた建物を博物館に改築。民族衣装や工芸品などを展示。写真や絵画でペナンの歴史、文化を知ることができます。マレー系、中国系、インド系やプラナカンという人々の展示があります。
英国領時代から日本軍占領時代までの写真も展示されています。ジョージタウンは1786年イギリス東インド会社が交易の拠点としました。東西貿易の中継地として発展し、多民族の文化が行き交いました。マラッカ、シンガポールとともにイギリスによるマレー支配の拠点植民地でした。18世紀後半、英人総督のフランシス・ライトがジョージタウンと名付けました。地名はイギリスの当時の国王ジョージ4世にちなんだものです。16時5分、セントジョージ教会。1818年に建てられた東南アジアで最古の英国国教会です。緑の芝生に映える墓の美しい西洋建築、16時30分、観音寺。観音寺はペナンで最も古い中国寺院で、祀られているのは観音菩薩。闽南民系漢民族により1728年に建立されました。建立当初は海の女神マサを祀る道教寺院でした。闽南民は台湾や中国の福建省などに居住する漢民族の一派です。建立の100年後、1824年に観音菩薩を祀る道教寺院になりました。観音菩薩は亡くなった人々の魂を蓮の葉に乗せ浄土に送ると信じられています。道教は紀元前4世紀に設立された中国の哲学的伝統の宗教です。道教の教えの中核は思いやり、倹約、謙虚さです。地元の参拝客が絶えず訪れ、本堂前では信者が献じた線香が燃え続けています。16時40分、ペナン、リトルインディア。リトルインディア、インド色の濃い一帯です。リトルインディアのランドマーク、マハ・マリアマン寺院。あちらこちらからインド音楽が流れてきて、あたかもインドにいるかのようです。サリー等の民族衣装や金製品を売買する店や、カラフルなインド雑貨を売る店が続きます。16時50分、中山会館。中国の街並みです。
ジョージタウンは多民族の文化が融合して形成されました。その混然とした歴史的な街並みが世界遺産に登録されました。旧市街は王子の面影を残しています。17時37分、キャンプベルストリート。18時25分、ペナン州議会議事堂。ペナン州議会議事堂です。ジュビリー・クロックタワー。18時26分、クルーズ埠頭。我らがクルーズ船サファイアプリンセス116,000トン。18時33分、クレイク・ペナン島。